こんな感じでございます。面白いな。こんにちは、アンソニーです。ちょっと道楽というか完全に遊び心だけで買い物をしてしまいました。はい、空玉です。宇宙の宙に玉と書いて空玉と読みます。正式名称はゼンジックス空玉72というものです。ゼンジックスっていうのは、これを考案された方が上原善治さんという実験写真家の方なんですね。でその方の名前から取ってるんだと思います。でこれ何かっていうと、まあ、私もまだちょっとよく理解してないので多分なんですが、イメージしてください。無色透明のビー玉をこう目の前にかざすと何が見えますか？おそらくこう向こう側の広い世界がこの小さな玉の中にギュッと凝縮して見えますよね。いわばこう小さな玉の中に閉じ込められた小宇宙のような、そんな感じだと思います。その小さな世界をカメラで撮るための撮影機材なんです。簡単に言うとこれ100円玉ですけれども、まあ、ビー玉だと思ってください。でカメラの前に置いたビー玉をこう撮るっていう、ただそれだけの話なんですけれども、こうカメラを動かしてもちゃんと撮りやすくするためにこのレンズの前に取り付けるグッズを商品化したわけです。去年の11月に発売されまして、第1弾のロットは2日ぐらいで完売で、私これに乗り遅れちゃいまして、12月半ばの第2弾で手に入れました。で第2弾も速攻完売したようで、一部のマニアの間ではかなり話題になっているようです。でこちらが空玉本体でお値段が約6000円で、こっちがエクステンションチューブ72というもので、要は延長筒なんですけれども、これが必要かどうかよくわからなかったんですが、空玉が初めてっていう人はセットで買っとけっていうことなので一応買っておきました。こちらがお値段約4700円で、2つ合わせて合計約1万1000円弱です。1万1000円ならやってみようかなって思うかもしれませんが、残念ながらこれだけでは撮影できません。さっきも言ったようにカメラの目の前のビー玉を撮るわけですから、前提としてマクロ撮影ができる環境が必要なんです。かつメーカーではズームレンズの方が使いやすいと言っています。でズームができるマクロレンズなんてなかなかないですよね。なのでこのズームレンズをマクロレンズにするために、この健康の接写リングセットを買ったんです。まあ、これについてはね、以前の動画をご覧ください。あとは後でご紹介しますが、ステップアップリングとかステップダウンリングっていうものが必要な場合が出てきます。ですからカメラとレンズは除いても、この空玉とそれからこういった小物類とかね、全部ひっくるめると、まあ、そこそこの出費になるので、まあ、やっぱり道楽ですね。はい、それでは開封していきたいと思います。まず本体の方からいきますけれども、まあ、なんか説明書みたいなものがあって、おほんまにビー玉や。これちょっとアップでお見せしましょう。はい、わかりますかね。これがね、ビー玉みたいなガラス玉がついてるんですね。でここが、あ、これもガラスですね。この反対側のところも、これ多分あ、プラスチックかな、ちょっと よくわかりませんが後で確認しますけど、まあ、こういったものがついてるんですね。要はフードの中にこの平らな面とガラス玉がついてるという感じです。でもう一つのエクステンションチューブ72というものですね。これも開けていきます。はい、こういった 72mm 径の普通のフードのようなものなんですけれども、これも3つに分かれまして、一番大きいのが 20mm で、これを外すと、で次が 10mm で、これも外れて、一番薄いのが 5mm になります。はい、まず組み合わせ方としては、こっちがですね、被写体側なんですね。被写体側です。でこのエクステンションチューブをつけまして、まあとりあえず全部つけてみましょう。はい、こんな感じで、簡単に言うとこのレンズの前にこれをこうやって取り付けたいわけですよ。でところが大きさが全然合わないですよね。このレンズはフィルター径が確か30何ミリかなんですよ。でこっちが72ミリになるので、それを
うまく合わせてあげないといけないんです。そこで購入するのがステップアップリングなんですね。はい、ヨドバシで買いました。はい、丸みのステップアップリングですね。一応3種類買いました。というのがですね、私が買ったのは37から52ミリ、46から52ミリ、そして52ミリから72ミリというものです。で、こちらのレンズがですね、37ミリ径なんですよ。なので37から52に広げて、そこからさらに72ミリまで広げるというものです。要はこの2つでいけるはずです。まず37から52ミリのステップアップリングを取り付けます。で、これでこのレンズが52ミリのフィルターを取り付けられるようになるんですね。続いて52ミリから72ミリのステップアップリングです。はい。で、これで初めてこいつを取り付けることができるんですね。はい、取り付けできました。ちなみにこの状態でどういう風に見えるんでしょうね。ちょっと見てみましょう。はい、こんな風に見えるんですね。ちょっとね、このステップアップリングの縁が周りに見えてる状態ですから、ちょっとズームしてあげるといい感じにはなるんですが、本当はこの真ん中にあるガラス玉にピントを当てたいんですよ。けれどもこのレンズはそんなに近接撮影ができるレンズではないので、全くピントが合いません。で、ここで健康の接写リングセットが必要になります。はい、これなんですけれども、とりあえず薄い方の 10mm でつけてみたいと思います。はい、接写リングをつけました。この状態で取り付けてみます。さあ、これでどうだ。はい、こんな感じになりました。ちゃんとね、このガラス玉にピントが合うようになりましたね。で、まあズームしてこの玉がちょうどいい感じで入るサイズにすればいいと思うんですけれども、この場合は今 25mm、 換算 50mm でちょうどいいぐらいになってますね。で、こっちの被写体側の方が全然ピントが合ってないんですけど、多分これはね、近すぎるからだと思います。まあこれで良さそうなんですけれども、試しに 16mm の接写リングをつけてみたいと思います。カチッと。さあ、これでどうだ。今はたまにはピントが合ってないけれども、その先の被写体にピントが合ってる状態ですね。どっちに合わせるのがいいのかな。まあそれにしてもこれ無駄にかっこよくないですか。まあこれ人によるでしょうね。これをかっこいいと思うか、バカみたいに思うか、まあ、バカだからかっこいいのかもしれませんけれども、なんかね、ちょっと面白いですよね。はい、表はね、こんな風になってます。このガラス玉を取ってるんですね。じゃあこれを GH4 に取り付けてみたいと思います。はい、いかがでしょうか。もうすでにお気づきだと思いますけれども、この空玉を使うと上下が逆さまになります。ですから、まあ、編集でね、後で元に戻す必要はあるんですけれども、で、いろいろ試してみたんですけれども、今健康の接写リングセットの方は、10mm の方を使ってます。 16mm だとちょっと近づきすぎるんでしょうね。それからエクステンションチューブの方も、10mm のものを外してます。ですから、まあこの接写リングとそれからエクステンションチューブ、まあいろいろな組み合わせでちょうどいいところを探せばいいと思います。で、今ガラス玉の方にピントが合ってると思いますけれども、それをですね、マニュアルフォーカスでずらしていくと、はい、こんな感じですね。今私の顔にピント合ってますよね。こんな感じで写すことができるわけです。ちょっと面白くないですか、これマジで。この時もね、フォーカスピーキングがついてるのがすごい便利ですね。
自分の目にピントが合ってるのが一発でわかるんで、こんな感じでございます。面白いな。まあ今日はね、とりあえず開封して取り付けてみたっていうだけの話なんですけれども、まあ、これで、まあ、外に出てちょっと作例なんかも撮ってみたいと思います。それでは今日はここまでです。さようなら。